シンガポールではチューインガムの製造販売が禁止されている。シンガポールはチューインガム製造および販売を厳しく制限している国の一つです。1983年に実施された禁止法により一般の市民はチューインガムを製造することができず、また市場で購入することもできません。この厳格な規制は公共の場所や交通機関での衛生問題に対する対策として導入されました。かつてはチューインガムの不適切な処理が問題となっており、道路や公共の設備に貼り付けられたり、ゴミ箱に捨てられたりするなど衛生状態を損ねることが頻発していました。そのため政府はチューインガムを制限することで公衆衛生を改善しようと試みました。現在医療や歯科ケアの専門家の処方箋に基づいた特別なチューインガムの販売が許可されていますが、一般の消費者は市販のチューインガムを手に入れることができません。この規制は国内外で議論を呼び、賛否両論が存在しています。賛成派は公共の場や交通機関の清潔さと衛生状態の向上がもたらされたと主張しています。一方反対派は個人の自由や選択の制限に不満を抱いており、規制の改善を求めています。シンガポールでは多くの法律や制度が国民の生活に影響を与えていますが、チューインガムの製造と販売の禁止はその中でもひときわ注目されるものです。国民の衛生と公共の場の清潔を目指す一方で、個人の自由や選択の制約といった難しいジレンマも抱えているのが現状です。